第3位、ヒューリック株式会社。平均年収は1,803万円、月給換算で150万、毎月150万ゲット。僕の年収は380万、月給換算で毎月31万。笑うな。ヒューリック株式会社は東京23区の不動産管理運営をしている会社だ。ちなみに生涯年収は6億7317万円。ヒューリック、はいどうも、西中だ。みんな大好き給料、ボーナス、平均年収ということで、今回は日本の平均年収ランキング2023で上位にランクインした企業と僕の給料を比較して、全然負けてないよ、僕だって生きているんだよということを伝えたいと思います。第2位、株式会社キーエンス。平均年収は2182万円、月給換算で181万、毎月181万ゲット。僕の年収は380万、月給換算で毎月31万。笑うなよ。株式会社キーエンスは半導体、電気、通信機器などを全世界30万社以上と取引している会社だ。ちなみに生涯年収は8億5768万円。キーエンス。第1位、M&A キャピタルパートナーズ。平均年収は2688万円、月給換算で224万円、毎月224万円ゲット。僕の年収は380万、月給換算でだから毎月31万だって。だから笑うなって。 M&A キャピタルパートナーズは企業の合併や買収をサポートする会社だ。ちなみに生涯年収は11億2393万円。 M&A ヒューリック株式会社1803万円、株式会社キーエンス2182万円、 M&A キャピタルパートナーズ2688万円。ここまで給料が高いときっとめちゃくちゃ仕事大変だろうから、5年10年勤めて転職って考える人も結構いそうだよね。日中でした。